じゃあまずテント張りします。イエーイ、行きましょう。もし Wi-Fi ないの、立てる場所決めた？ Wi-Fi つながるとこ現代っ子やな君たちは。待って、おじいちゃんが準備できとるかな。おじいちゃんに手伝ってもらうと。まず開けようぜ。まだ。おお。取ります。重っ。これはカンタの体内だ。でけえな。いいよ。一番でかい。ペンゴだ。地面に刺した。背中がかいんやって。もうちょい上。もうちょい上。もうちょい横。もうちょい横。気持ちいいよ、すけ。わあ、いいね、最高よ。まず最初にみんなこれ広げてみ。はい、広げろ、うん、広げます。ないのが下、うん、でかー。おー、パンタ、四隅がでかくできるよ。みんな四隅持って広げてみ。みんな四隅持って。でかいね。でかっ。オッケー。寝たくなるよね。今日はいい天気やし、よかったね。あとがついたわ。初めから開けるやったの。そうそう。やべえ、充電が切れる。これ充電取ってきます。それさ、キュッキュッキュッって形なんで、あ、そういうのか、そういうのか。キュッキュッキュッ、こうやってやって。違う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 。待って待って、僕もさ、レンカ俺の長くね。多分僕もできたよ。オッケー。ちょっとテントっぽくなったよね。ちょっとテントっぽくなったよ。まあ本当に素人やで。こっちとこっちが入り口やで。どこがいい？そこの、そこ、ここら辺でいいんじゃない？こっちにするテント、そこ行ける？ってこと。オッケー。みんな持てー。みんな持てー。大丈夫。オッケー。カメラオッケー。こっちはいい。四隅持った。いくよ。持った持った。はい。あ、すぐ。大丈夫。はい、ゆっくり。大丈夫。大丈夫。大丈夫。掛け声やばいな。大丈夫。え、ダスダスダス。そう。コンコン持った。おうすけ頑張れ。かっこいいね。次僕やるね。お母さん、はい、一回ずつできるで。あー、背中がいいよ。なんでおうすけそんな背中かい？いい猿かよ、はい。一発でピンポイントだったね。オッケー、ありがとう。どう、マヒ？いい感じ。いい感じ？中から描いてくれ。はい。違う。マック、これをこっちから。ファンタと月平に背中を描いてもらう、おうすけ。気持ちいい？最高です。最高です。最高です。オッケー。はい。こちら。暑いわ。あ、お父さん大丈夫？きっぺ自分で押さえ。くいよ。こっち全然よ。ちょんちょんちょん、あとこれ刺してからちょっと全体を見直そう。最初は優しくやろう。そうそう、最初は優しくやって、それからもっと長くやって。あ、そうそうそう。お、いいやんいいやん、しっかり刺さってる感ある。でかっ。でかそれで、こっちが前でもいいのかな、これ。この上にある。え、そう、上にあるの。まあいいか、どっちが、とりあえず見たら。
おじいちゃん、この中にないんだよ。これ？そうそうそう。はい、オッケー。自分のところが見れるように。どういうこと？これを外してここにできるんやって。まあいいや。黒巻きとか。ココナッツのね、殻で剥けてめっちゃ難しかったよ。何やったの俺ら。俺ら何これ、何これ、何これ、回ろ。コウスケ、それめちゃくちゃ似合う。取れるわ。やられた。熱いね。やられたのに妹だ。コブナッシュやるわ。何こっち？オウスケ、クリと向き変えて、それあの杭が。こっち向き、こっち向き。こっち自分の方。うん。あれ、俺ここ？そうそうそう。あ、そう。あ、別かいや。あ、欲しい。じゃ順番順番。うん、カンタからやりや。カンタもそう。待っとるや。じゃじゃじゃ。あ、じゃあ。あ、そう、それもそうやけど。あ、逆や。カンタ君、こういう風だと抜けちゃうの。分かった？こういう風。うわ。もうめっちゃ最弱やんこれ。やろ？これ最弱やね、一番。いやでもいい方や。まあね、いい方。一番原始的なのにね。オッケー、やっはーい、かわいい陽介くんでーす。オッケー、オッケー、できた、開いたぞー。ようやくエンディングか、これ。ようやくエンディング入りましたね。ようやくエンディング入ってきたね。もうちょっとしかなかった。そうね、そうね、ピンと。ダンボールで、あー、テントの下にね。オッケー、開けて網戸にして。はい、うん。で、虫が入らんようにしないかね。カンタも入りや。待って、カンタ入れさせたって。うわーい、熱い熱い熱い、まだ死ねろ。うん、網戸、網戸、網戸や、網戸、うん、やばい。みんな、やめっちゃこげえ。どう、脱がされるやつ。はいはい。はい、大丈夫、集めて、イヤつけるぞ。よしよし。行くぞ。その電話番号あっとる。はい、早く行け行け。もうキッペ通りの方がいいんちゃう。あ、ファンタシできた、みんなのお家。できた。オッケー、できた。ライトは？上に。あ、ライトでやらないかんね。あ、もう一回。もう一回。もう一回。力弱くたつもりで結構強くなってる。あ、なにビンタしたの？もう一回。あ、なんだって言ってくるけど、ね、弱めでやったつもりがね、バッ。もう一回やって、もう一回。大きでやってね。それがペッパー先パチンになってましたね。パチン、めっちゃ言いました。で、僕爆笑したよ。爆笑したわ。あれ、あれやこ、マシュマロ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 、マシュ
うん、でもみんなあれやお、昼ご飯と夜ご飯が食べれるようにだけ考えて食べてな。イエーイ、はい、イエーイ、どうする今から。午後、ママゲームやっちゃう、うん、じゃあ俺もやりたい。じゃあ午後からココナッツジュース作りにしようか。そうやね。オッケー、じゃあなに何やっとるんや。ぬいどんかい。だって練習はあれになるから今撮らんほうがいいよ。わかった。男はバカだね。いくつでも一緒や。風の音もうるさいけど本当に今日は風が強いです。テントが夜大丈夫かちょっと心配だけど、それも含めて楽しんでもらいたいと思います。私の心配をよそに結局夜は隣のおばあちゃん家でみんな仲良く寝てました。あんなにテント楽しみにしてたのに。なんやねん。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。